今日も秀急行模型チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は先日トミックスさんより発売されました国鉄583系特急電車を紹介いたします。今回発売されましたのは先頭車にクハネ581を当てた山陽九州方面の寝台特急を含める583系特急電車のクハネ581基本セット6両、他に先頭車にクハネ583を当てた東北方面の寝台特急を含める583系特急電車のクハネ583基本セット7両、その他にね、共通の造血車として造血セット A4 両と造血セット B の2両がラインナップしております。秀急行は山陽九州特急を再現したくてクハネ581の基本セットと造血セット A を購入しました。それでは模型を紹介していきます。トミクスさんの商品ページに掲載されている編成例に合わせまして紹介していきます。2両ね、足りませんけども結番として進めてまいります。1号車クハネ581です。乗務員扉とね、客用扉の間に機器室があるのがクハネ581の特徴となっております。正面はスリットタイプの大本カバーで再現されております。側面の JNR マークは印刷済み、先頭の連結器はダミーカップラーとなっております。付属品は特急シンボルマークとホイッスルのみを取り付けた状態でご覧いただいております。トレインマークは開封状態で月光が取り付け済み、水星、白鷺が付属されておりまして、秀急行は水星に交換しております。2号車サハネ581中間付随車です。3号車サロ581です。寝台ではなくグリーン車の座席車となります。側面には小窓が並ぶ外観となっております。4号車モハネ582、ファンタ付きの中間電動車です。模型ではこの車両にモーターユニットが搭載されております。5号車モハネ583、ファンタなしの中間電動車です。6号車サシ581、食堂車になります。床下の大きな水タンクが目立ちますよね。7号車モハネ582です。こちらにもモーターユニットが搭載されております。8号車モハネ583です。9号車サハネ581です。
10号車クハネ581です。あまりね、何も考えずに金銭面だけで基本プラス造血 A で重量を組めればいいかなと思っていたんですけどね、まあ、編成を組んでみますと、なんと 4M6T とね、セット構成上基本と造血に差金が入りますので、まあ、なんともね、非力な編成となっていました。なので急遽造血セット B を注文しております。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。大阪恵比寿町ジオラマ103様のレイアウト A 番線で撮影させていただきました。どうぞ最後までお楽しみください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひで急行では、ひで急行ブログやツイッターなどでも鉄道や鉄道模型の楽しい情報を発信しております。どうぞこの後も引き続きひで急行でお楽しみください。ありがとうございました。